大城雄二は、沖縄県富城市出身の元プロ野球選手、宇藤良だ。沖縄水産高校から社会人野球の TDK、千曲川に進み、2005年には、都市対抗野球大会、社会人野球日本選手権大会に出場し、選手権予選では1試合後投類を決めるなど、活躍した。2006年は、伏木海陸運送の補強選手として2年連続で、 都市対抗野球大会に出場。瞬足のスイッチヒッター、かつ内外野の守備をこなす、ユーティリティプレイヤーであることが評価され、同年秋の大学、社会人、ドラフト五巡目で阪神タイガースに指名され入団。一年目の2007年は5月に、右太ももの炎症、7月に、右手の腱鞘炎と故障が、相次ぎ、8月に手術を受けて、 以降はリハビリテーションに専念したが、2軍のウエスタンリーグで41試合に出場して、出塁率391、6盗塁と、新人としては、まずまずの成績を残した。守備では2塁手として26試合、外野手として8試合に出場したが、2塁手では3、切削を記録し、チームワーストの守備率に終わった。2008年は、 ウエスタンリーグで50試合に出場したが打率、200、盗塁を6度試みて4度刺されるなど前年よりも成績を落とした。守備では外野手として32試合、二類手として11試合に出場したが、前年同様無失策だった。外野守備に対して二類守備ではアーロムバルディリスと並んでチームワーストの守備率に終わった。また、遊撃手としても1試合だけ出場した。 2009年より、それまでのスイッチヒッター登録から左打ちに専念し、2軍で71試合に出場。打率、165、本類打2の成績だった。2010年6月に結婚するが、このシーズンは、野原正白の対等で出場が少なく結果が残せず、入団より一度も一軍出場のないまま10月1日に、戦力外通告を受けた。 12月3日に福岡ソフトバンクホークスと育成選手として契約した。また、左打ちから再びスイッチヒッターとなった。2011年10月9日に戦力外通告を受け、11月7日に自由、契約公示された。2011年12月21日、ベースボールチャレンジリーグの福井ミラクルエレファンツへ入団した。 2012年のベストナインを受賞する活躍を見せたが、10月29日、現役引退の申し入れが受理され福井を退団した。その後は、タイガーズアイのゲスト解説者を務める。2016年より、エナジック公式野球部のコーチを務める。ありがとうございます。